昭和29年のマカンリュウ島、オンネジメコタン島、ハルムコタン島優先湖にそびえる黒、石山オン、ネジメコタン島は、千島列島の北部にある島。島の名前の由来は、アイヌ語で、オンネコタンとなる。ロシア名は、オネコタン島、英語表記はオネコタン。長さは、北北東から、南南西方向に4 2 5トルで、 幅は1 1トルから1 7トルほど。ハルムコタン島の北方、ハルムコタン海峡を挟んだところにある火山島。北のバラムシル島とは、オンネジメコタン海峡によって隔てられている。島の南北にそれぞれ存在するカルデラ湖が特徴的な島であり、北から順に次の通り、どちらもカルデラ湖の中に山がそびえている。 海岸の多くの部分では切り立った断崖が続き、わずかに砂浜を交えている。東岸に黒岩があり、北西岸にはコンシュゲル湾があるが、湾口が広く開けているため、良い闘病地とは言えない。本島には古来から占い、森島やバラムシル島のチシ島アイヌが訪れ、ラッコやキツネを捕らえていた。ところどころに結挙の跡が見られ、明治の八九年頃には、 若干の家屋もあったという。また、明治の初年頃には、外国船が一層、黒岩の付近で難破し、遭難した船員が上陸して、破船材を用いて二十棟ほどの奥舎を建て、一時的に居住したと伝えられている。また、戦前には、狐が養殖されていた。日本の行政区分においては、北海道根室振興局管内の占い守る軍に属していた。 現在はロシア連邦が実行支配しているが日本政府は国際法上は貴族未定であると主張している。現在島にはロシアの国境警備隊が駐留している。ありがとうございます。